って何なんですかっていうので、誰でも簡単に作ってほしいと。ちょっといきなりこれ言われたことはわからないので、早速ですね、デモンストレーションというかデモをしたいと思います。このプラスチックコップがですね、今は普通のコップなんだけども、これをこのメッシュというこの箱じゃない、ブロックですね、ブロックを使ってパワーアップさせたいと思います。このコップにですね、貼り付けますよね、コップくっつきます。飲んでみます、いいですか。飲まないで。喋りましたね、やったけしちゃった。これ笑っていいよ、大丈夫だよ。痛いやつけど、コップにこの四角いものを貼り付けると飲もうとすると喋るんですよ。で、これなんか工夫ができそうだね。で、今日のワークショップの趣旨としては、あったらいいなを作るってことなんですけども、物とことっていう、まあ、考え方があって、物というのは今博士がやったうちわだとか、あのみんなの目の前にコップとかですね、それが飲まないでとか喋ったりとか、ちょっとした今までのみんなの生活の中にあるものをパワーアップさせることによって、あったらいいなっていうのを作ってもらいたいと思います。では簡単に説明をさせていただきます。まず一つ目がですね、この青色、ブルーは、これがですね、動きのタグといいまして、なので、これが振られたら何かが起こるとか、そういうのをちょっと考えてみたら面白いと思います。まず一回ですね、皆さんに、高橋と一緒に練習をしたいです。はい、じゃあ、タブレットを起動してみましょう。テーブルの上にコップあります。これをですね、何か喋らせてみましょう。はい、じゃあちょっと画面を見ながら、ここを、メッシュではキャンバスと呼びます。で、ここにいろんなものをドラッグ&ドロップっていうピューって持ってくることなんですけど、することで、命令を与えることができます。じゃあ何かをコップを喋らせましょう。いきなり言われても分かんないよ。じゃあお昼ご飯でいいんだよ。喋らせましょう。この前にみんなが普段生活する中で触ったことあるものがいっぱいあると思います。席まで持って帰ってみてください。はい、しましょう。こんなのあったら便利だなみたいなのを、まずは1個でいいかな。でこんなアイデアできたよって人がいたら手を挙げてもらっていいですか。変えただけ、そう、うん、人を見つけたら音が鳴って、それでこれを倒すのが、うん、この音が。なるほど。ゴミ箱がどうなるか試してみてもらっていいですか。エコしてる。エコしてる。それがどうなってるのか教えてもらってもいいか。ゴミ箱を開けるとエコしてるって。で、人感なんだ。ゴミを捨てるとエコしてる。エコしてる。うん、ああ、なるほど。そういうことができて、すごいと思いました。ありがとうございます。こんなものがあったらいいなとか、こんなこと困ったなっていうことをどうやって解決しようかなっていうのを考えるっていうことが、これからすごく重要になってくるかなというふうに思ってます。いろんなアイディア出して形にしていくっていうのを、これからもどんどん続けていってもらえばなと思います。じゃあ皆さん拍手で締めさせていただきたいと思います。本当にありがとうございます。